こんにちは、カズです、今回ご紹介させていただきますブランドはラスベイトと、マルチメディアアーティスト兼作家の、サルパマグチンっていいのかなとの、コラボアイテムをご紹介させていただきます。はい、さらっと、入荷アイテムなんですが、はい、まずこのド派手な、手書きのような、手書きですね、これ手書きのようなというか手書きですねの、カットソー、ラグランカットソーと、でこれもう一色あります。はいはい、とはい、ボーダーのレイヤードのカットソーですね。これ貼ってあります。はい、グラフィックプリントが貼ってあります。はい、後ろはこんな感じで、星がついております。はい、とあとはソックスですね。ソックス、片側だけ文字が入ってます。はい、ロングじゃハイソックスです。はい。で、白と黒の3色と、はい、ニットですね、ストライプニットです。ジャガード織りになっております。はい、で、ここにブランド名が、入っております。はい、で、はい、スウェットですね。はい、グラフィックの、グラフィックではまあフォトプリントですねの、スウェット、クルネックスウェット、はい、星がついております。はい、とあとはパーカーですね。これ前が星で、後ろに、さっきと同じ、フォトプリントですね。そしてもう一つパーカー、同じなんですが、前は同じなんですが、後ろが、グラフィック、グラフィックじゃないか、フォトプリントですね、これ景色ですね。はい、の、アイテムが、入荷してまいりました。はい、どのようなコラボレーションなのか、説明します。説明しますというか、これ読むだけなんですけど、説明します。はい、長い冒険の真っ只中にあるラスベイトは、この度ロシア系アメリカ人のマルチメディアアーティストであり作家の、サルバ・マグチンとの、コラボレーションを発表しました。2016年にゴーシャ・ラプチンスキーに出会って以来、2人は意気投合し、プロジェクトの絶好の機会を待ちわびていました。はい、ラスベイトの 21AW コレクションに並行して行われる、カプセルコレクションは、T シャツ、シャツ、フーディー、セーター、靴下のセレクションで、マグチンの、写真と絵のプリントを発表しますので、アーティストの世界観にどっぷりと、浸っていただけます、使っていただけます。はい、21年夏より始まったスペシャルスケートショップおよびドーバーストリートマーケットとコムデギャルソンの、全ての店舗で お取り扱いが、開始されました。はい、どのようなサルバ・モグチンとはどのような人物か説明します。はい、マルチメディアアーティスト兼作家のシベリア生まれのロシア系アメリカ人です。はい、現在はニューヨークを拠点に活動しております。個人でジャーナリスト、カメラマンとしても、活動しており、セクシャルマイノリティであることを公表し、活発に人権活動を行っていたことからロシアから追放されました。同性愛であることを、理由に、迫害を受けていたことからアメリカに保護されている初めてのロシア人亡命者でもあります。体制の異なる2つの国の文化に触れたことや難民としての経験から、モグチンは追放とアイデンティティ、プライドと恥、献身と不誠実、愛と憎しみの、疑念に対して、非常に慎重です。
モグチンの、著者としてロシア語で書かれた7冊の本、3冊の写真集、および2冊の、イラストレーションと歌のコレクションがあります。はい、彼は歌で、アンドレイベールイ賞を、芸術作品で、トム・オブ・フィンランド財団賞を受賞しているという、結構すごい、ちょっとあんまり僕詳しくないんですけど聞いたことない賞なんですけれども、すごい賞をもらっている方だそうです。はい、そういう、サルバ・モグチンとの、ラスベートとの、コラボ、アイテムです。はいはい、今日はこれで紹介だけで、終わりますけれども、後日、アイテム一つ一つ、紹介、詳しく紹介していきたいと思います。はい、では、今日はこれで終わります。バイバイ。